禁酒令、禁酒令、禁酒令、英語、プロヒビションは、アルコール飲料を取り締まる書士禁酒令である。通常は、アルコール飲料の製造、輸送、輸入、輸出、販売が制限、禁止される。プロヒビションの用語は、禁酒令が施行されていた時代を指して使われることも、ある。歴史上の時代として、使うのは、通常ヨーロッパ文化圏の国々に対してのものである。 イスラム世界にもイスラーム法に従ってアルコール飲料の消費を禁じている国はあるが、取り締まりの執行に関する厳格さには国や時代によってかなりの幅がある。禁酒令自体は古代からあり、最古のものは紀元前2200年頃の古代中国の夏、王朝の王によるものと伝えられている。紀元前1100年頃の古代エジプトのものが記録に。 残っている最古の禁酒令とされ、古代ギリシャやローマでも発令されている。20世紀初頭、北欧諸国及び北アメリカでの強力な禁酒運動は、プロテスタントのアルコールへの警戒心から来るものであった。20世紀前半には数カ国で禁酒令が敷かれていた。デンマーク以外の北欧諸国では、長い禁酒の伝統があった。今日でもデンマークを除く。 北方諸国はアルコールの販売を厳しくコントロールしている。ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、フィンランドでは上流酒、ワインビールの専売制が行われいる。バーやレストランといった企業は直接的、間接的にアルコール飲料を輸入することもある。アルコール飲料の購入の厳しい規定が守られているスカンディナビアの禁酒運は、ここ数年間で会員の人数や活動に、 衰えが見られたが、今は、スウェーデンのアイオグットンとの2005年新規会員総数が12,500人になるなど、最高を見せている。前日の通り、アメリカ合衆国では、1920年代に、禁止法が敷かれていた。詳しくは、アメリカ合衆国憲法修正第18条、及びボルステッド法を参照のこと。1933年の合衆国憲法修正。 第21条の発行により、連邦による禁止権限は廃止されたが、州による禁止法令は否定されず、州の法令に反して、州内で消費するために種類を持ち込むことを禁止する条項を加わった。1966年以降は、全面的な禁止を定める州法は存在しないが、州法により禁止権限を受験された基礎自治体の中には、 禁酒条例を定めているところもある。禁酒軍参照。また、ユタ州のように種類を販売できる店や時間を厳しく制限する州もある。ロシア帝国では、1914年に限定的な禁酒令が導入された。これは、ロシア革命、ロシア内戦の混乱期の後も、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ソビエト連邦の時代を通して、 1925年まで維持された。その後、ソ連邦では勤務時間中の飲酒が横行するなどの問題が深刻化し、過度の飲酒は西側に比べて平均寿命が著しく低かったことの一因ともされた。1985年にはミハイル・ゴルバチョフ共産党書記長が種類の生産制限、価格引上げを行うが極めて不評であり、 密造主生産のため砂糖が品不足となる状況を生んだ。イスラム教国の中には、以下のようなクルアーン、コーランの教えに背く、として、アルコールを禁じている国がある。サウジアラビアは、完全に、アルコール飲料の生産、輸入、消費を禁止し、破った者には、数週間から数ヶ月の禁錮、鞭打ちなど、クウェートと同様に厳しい罰則を課している。 湾岸戦争中の1991年、他国籍軍は現地の心情を尊重して飲酒した在サウジアラビア兵士を罰した。カタールはアルコール飲料の輸入を禁止しており、公の場での飲酒、明令は罰則を伴う違法行為とみなされる。違反者は禁錮、追放刑に処される。とはいえ、アルコール飲料は認可を受けたホテルのレストランやバーで飲むことができ。 またカタール在住の外国人は認可を受けた上ならば飲酒できる。アラブ首長国連邦では主店からヒムスリムの外国人への酒の販売は禁止されていない。ただし居住許可と内務省の飲酒許可を持つ者に限る。最初にアルコールが解禁されたのはバーレーンでサウジアラビアからの幹線道路を渡ってくる人々に流通している。イランは 1979年のイラン革命への直後からアルコール飲料の生産、消費を禁止しており、法律違反には過酷な刑罰が割り当てられている。しかし、この法律は至るところで破られている。公式にもマイノリティのヒムスリムの人々は、生産などの宗教的行事用に、個人的にアルコール飲料を製造することが許可されている。アフガニスタンでは、 ターリバーン支配下の間は、アルコール飲料は禁止されていた。ターリバーン勢力の衰退に伴って、外国人に対する禁止は撤廃されたため、特定の店でパスポートを提示し、外国人であることを証明すれば購入できる。リビアは、アルコール飲料の輸入、販売、消費を禁止しており、違反者には、重罰が課せられる。チュニジアは、 ワイン以外のアルコール飲料を制限しており、旅行者のための特別な地域やバー、もしくは大都市に限って販売と消費が許可されているが、ワインは広く手に入る。モロッコではラマダーンの間、アルコール飲料の販売を禁止している。スーダンはアルコールの消費を一切禁止しており、違反者には厳しい罰則が課せられる。エジプトやトルコといった他のアラブ諸国、 ムスリム主体の諸国では禁酒令は敷かれておらず、生産も消費も合法である。トルコでは、総選挙が行われた24時間の間、アルコール飲料の販売が禁止されていた。インドの州には、グジャラート州やミゾラム州など、禁酒の州がある。独立記念日やガンディ生誕日など、特定の休日は国全体で禁酒することになっており、また投票日も禁酒日とされる。 アーンドラプラデーシュ州は、知事の NT ラーマ・ラオの下で禁酒令が課されたことがあったが、その後撤廃された。ハリアーナー州でも1996年から1998年まで禁酒令が敷かれた。マハラシトラ州では、許可がある場合の民主が許可されているが、強制されることは滅多にない。パキスタンは1947年から30年の間、 アルコール飲料の自由な販売、消費が許可されていたが、首相を退任する数週間前のズルフィカール、アリーブットによって禁止された。それ以来、アルコール飲料を許可されているのは、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒、ゾロアスター教徒といったマイノリティのヒムスリムのみとなっている。許可される割当ト量は所得によるが、通常は月あたり上流酒で5本、ビールで100本前後。 パキスタンの人口は1億5000万人ほどだが、アルコール飲料を販売できる小売店は60件しかなく、合法的な醸造所は、ラーワルピンディーのマリー醸造所による強制地から持ち、厳しく取り締まられている。しかしながら、宗教上のマイノリティの人々が酒の購入免許をムスリムに売ることもしばしばあり、闇取引も続いている。バングラデシュでも禁酒令が敷かれているが、 ホテルやレストランの中にはアルコール飲料を外国人に売る免許を持つものもある。また外国人は少量のアルコール飲料を個人的な飲用のために輸入することができる。モルディブではアルコール飲料の輸入が禁止されている。アルコール飲料はリゾート用の島を訪れる外国人旅行者に飲み許可され、リゾート地を離れての利用はできない。対洋国では 学生がアルコール飲料を購入するのを防ぐために午後の間のアルコール販売を禁止している。スーパーマーケットやコンビニエンスストアの電子レジスターはこの時間帯にアルコール飲料を受け付けないようにプログラムされているが、レジ係はしばしば同額の品物をスキャンして規制を回避している。また一部の祝日、選挙の投票日とその前日はアルコールの販売がべての店舗 レストラン等において禁止される。ブルネーでは、公の場でのアルコール飲料の消費が禁止され、アルコールは一切販売されていない。ヒムスリムは、空港等で、一定量までのアルコール飲料を購入して、個人的に飲用することが許されている。18歳以上のヒムスリムは、2本までの酒と12缶までのビールを持ち込むことができる。アルコール飲料は、 オーストラリア上に散在する多くのアボリジニのコミュニティで禁止されている。アルコール飲料をこれらの禁止コミュニティに輸送する行為には厳しい罰則が課され使用した乗り物が没収されることもある。ノーザンテリトリーの禁止区域ではアルコール飲料を輸送するのに使った乗り物はすべて没収される。アルコールの摂取が暴力につながることが知られていたため、 カバなどのより安全な代替品を模索したコミュニティもあり、特にノーザンテリトリーに多い。カバの過剰摂取はアルコールのような暴力性よりもむしろ眠気を誘うのである。このようなアルコールの乱用対策の結果は様々で、社会問題が減ったコミュニティもあれば全く減っていない、いうコミュニティもある。オーストラリア違法薬物委員会の研究報告では、 こういったプログラムが有効に働くためには、他にも、規定にあるアルコールや薬物の乱用に強く影響している社会、構造的な要素に目を向ける必要があると述べている。連邦政府は2007年、ノーザンテリトリーへのカバの輸入を禁止した。中国で出された最古の禁酒令は、中の州公の出した酒公である。院の中央。 夏の血王が酒で国を滅ぼしたことを教訓とし、王公諸侯は、主席で比例であってはならず、民衆は集まって酒を飲むことを禁じられた。違反した者は、死刑となる厳しい禁令だったが、長い期間維持することはできなかった。以後、成長に至るまで禁酒令は、頻繁に出されたが、うやむやのうちに立ち消えになるのが常だった。五感末期の中国では、曹操と劉備が、 禁酒令を出した。曹操の禁酒令は表面上主害を理由としていたが、実際は兵糧前の不足が背景にあったらしく、その点をこういうに揶揄されている。また、さほど厳密なものでもなかったようで、ある配下が出現して、曹操の機嫌を損ねた際に、彼がそう言ったのは酒飲みどもの隠語で、閣下が思われたような意味ではございませんと取りなすが、あって処刑を免れている。 三国史助言。言うまでもないが、この鳥なしは禁酒令が厳格に施行されていれば、成立しないものである。劉備の方では、取り締まりの行き過ぎで酒の醸造道具を持っていただけの人物が禁酒令違反として逮捕されたことがあった。この時は、劉備挙兵以来の長老である寛容が、それならあそこを負っているカップルも隠行罪で逮捕しましょう。 彼らは、銀行の道具を持っているわけですから、と劉備に言ったため、醸造道具を持っていた者は、釈放されている、三国士官陽伝。日本では、大化2年に、最初の禁酒令が発令され、その後何度も禁酒令の発令や、酒造の政権が行われた。ラテンアメリカの多くの国では、選挙前、選挙期間中の酒の販売を禁止している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。